ラファエル・フランシスコ・サンタナは、ドミニカ共和国、ラ・ロマーナ州、ラ・ロマーナ出身の元プロ野球選手。ウトを右打ち。現役引退後は主に、マイナーリーグで監督、コーチを務める。1976年にニューヨーク・ヤンキースと契約。メジャー昇格のないまま1981年2月16日に、マイナー投手との交換トレードで、セントルイス・カージナルスに移籍。 1983年にメジャー初昇格し、その年は30試合に出場し、遊撃手の他に類種も務める。1984年1月17日にカージナルスを解雇され、同日ニューヨークメッツと契約。ホセ・オケンドーの控え遊撃手として51試合に出場。この年のオフに、オケンドーがカージナルスに移籍したため、1985年は、 レギュラーになり、154試合に出場した。攻守の遊撃手として活躍したが、打撃が非力で、そのため、本来三塁手のハワード・ジョンソンがしばしば遊撃手として起用されたが、その際も守備力の低いジョンソンに代わって守備固めで出場することが多く、デイブ・ジョンソン監督好みのツープラトンシステムが機能した。年は試合に出場し、 チームのワールドシリーズ制覇に貢献。ヒューストン・アストロズとのナリーグチャンピオンシップシリーズでは、視察13、補察18、守備機械31はいずれもチャンピオンシップシリーズの遊撃手としての記録となった。1986年までは、それまで最高でも年に1本塁打、通算3本塁打だったが、翌1987年には、突如5本塁打を打つ。 打点もキャリア最多の44であった。1988年にはフルスヤンキースに移籍。その年もレギュラーとして活躍したが、1989年は肘の故障のため1シーズンを棒に振り、11月7日に解雇された。1990年1月にクリーブランド・インディアンスと契約。メッツ時代のチームメイト、キース・ヘルナンデス、ジェシー・オロスコと再び、 チームメイトとなったが、開幕直後の4月25日に、わずか7試合の出場で解雇され、そのまま現役を引退した。引退後は、祖国ドミニカのウィンターリーグでの監督で指導者としての、キャリアをスタート。1992年からは、カンザスシティロイヤルズ参加のマイナーリーグのコーチを4、シーズン務め、1996年には、ボストンレッドソックスのドミニカの育成施設で、 コーチとなった。1999年からシカゴホワイトソックス参加のマイナーコーチに就任。2003年から2シーズンはメジャーの一類ベースコーチを務め、2005年にはマイナー監督に就任。2006年に A 級バーミングハムバロンズの監督を務めたが、2007年1月にバロンズを買収し、オーナーとなった。ありがとうございます。